三十六河川学のうち、平金森琴平偶像、丹雄、安信との共作。書は、重野井末吉。慶安元年、松平頼重が奉納。加の直信慶安三年四月七日は、江戸時代初期の仮の派の絵師。加の高信の次男で、加の丹雄の弟、加の安信の二位。子に、加のつ信がいる。通称は、種名、自敵祭と号した。 慶長十二年京都に生まれる。元奈元年、徳川家光上落の際、十七歳でおめみえし、家光から恵地を申し付けられた。元奈四年父、高信が亡くなると、五歳年長の丹優はすでに別家したため、直信が父の後を継ぐことになる。兄丹優に続き、寛永七年に江戸に召され、竹川町に屋敷を配領し、幕府の御用絵師となる。 同族の彼女ジの城の娘と婚姻し、息子、常信が生まれる。太陽の画風を素早く習得し、大阪城、二条城、少女来号寺、千温院障壁画の制作では、兄と共に参加し、その画業を補佐した。私生活においては、ふらりと京都に旅行に出て、小堀演習を訪ねたり、実際は病死したと伝えられるが、失踪して中国に行こうとした。 あるいは、魚釣りに出かけて歴史したという逸話が作られるなど、ひょうひょうと生きた趣味の自由人といった人柄を伝えている。弟子は多くなかったとされ、この常信を除くと、林作の城信春、かの徳入信基地、平戸松浦藩御用絵師、片山直慶の三名のみが挙げられている。丹悠の画風に多くを学びつつも、そこから一歩踏み出し、丹悠以上に湿順な墨帳を持ち、 自男という自由な立場ゆえか、余白や構図にも、単優を超える大胆さを垣間見せる作品が残っている。山和への白病技法を水墨画の人物描写に応用し、漢画の和洋化に寄与した。この絵絵広は、円樹期の中で古今に超絶したものだと高く評価している。一方、金碧障壁画の着色作品は、対象を単純化しようとする傾向が見られ、 丹優が、金碧画の中にも和洋画を目指したのに対し、直信は装飾画へ向かおうとしたと伝えられる。ただし、直信の代表作には、障壁画以外に、農細画が残っておらず、直信は、着色金碧画にはあまり興味を持たなかったとされる。丹優の弟子、木村丹元著の3、暁案雑誌では、丹優絵などとは違い、若手筆づくなに書詞が似てこうと表し 不出来な作品は破り捨てていたため佳作だったという。現存するなお信の,の作品は多くはないが、江戸時代には単優と同程度の人気があった。反面、作品数は少ないため、しばしば岩作が作られるほどだった。ありがとうございます。